さあ次行きましょうか。はい、ノストラダムスが週末に2人の預言者が現れると予言しています。うん、その2人のうちの1人は聖霊の神ルーハが受肉した姿なのでしょうか。おお、すごいこと言ってるな。飛鳥先生の見解をお答えください。実はこれね、正確に言うと聖書に載ってるんですよ。はい、黙示録に。あ、はい、2人の預言者。うん、うん、はい、でなぜ2人なのか、うん、これスファラディ系とアシュケナジー系ということです。ほう、難しい言葉が出てきました一つはいわゆる白人のイスラエル人のため、はい、なあち遠い昔、ユダヤ教に改宗したコーカソイド、うん、白人たちは、うん、ユダヤ教に改宗したゆえにユダヤ人となります。で白人のユダヤ人が大量にできました。はい、うん、まあこれはある意味で言うとパウロの成果でもあるけどね。まあごめんなさい、これは後の話だ。うん、パウロと時代が違う、ごめんなさい。うん、まあでも考えてみたらそうか、パウロから始まってたものは違法人の伝道は。ああそうだそうだ、うん、それでいいんだ。うん、で一番あれは確か7から9世紀ぐらいか。うん、カスピ海とか黒海とかあの辺りに白人の国があったんだよ。トルコ系の白人の国がね、トルコ系って言ってもいろいろあるけど、うん、でビザンチンと、うん、それとまあ要は当時ビザンチンはキリスト教国でしたから、今は違いますけどトルコですからね。でアケメネス朝廷に行ってって、これはまあイスラムだけど挟まっちゃったんですよね。でどっちについても攻撃されるから、だからキリスト教と、イスラム教のルーツ、ユダヤ教に関しちゃえってて、うん、もう大量にユダヤ人ができたんですよ。で彼らのうちに東ヨーロッパに移っていくんですけど、で白人のユダヤ人がいっぱいできちゃうわけですけど、でもう一つがスファラディって言って、黒い目と黒い瞳と、要するにモンゴロイドです。うん、でこの2つが今イスラエルにいますから、それぞれのもの、血を引く者たちが2人必要なので、はい、2人いきます、はい、という予言が、まあ聖書はそこまで詳しくは書いてませんよ。ええ、うん、でもそれしかないんです、今イスラエルは2ついるんだから、はい、うん、要は直系的イスラエル人と